今更というツッコミを承知であえて始めさせていただくが、我々は今更ながら動くガンダムプロジェクトに関するとある記録を発掘した。その名もザ・ビギニング、直訳するとザ・始まり。今だからこそ絶対に皆さんにお伝えしておきたい動くガンダムプロジェクト起動前夜のお話である。ガンダムを18メートルの実物大で動かしたい、そんな宮川の壮大な夢を陰で支えていた2人の男。これは誰もが憧れながらやってこなかったアニメのガンダムを現実の世界で動かそうとする高等無形な挑戦者たちの始まりの物語。動くのかガンダム、夢への挑戦。第17話、ザ・ビギニング。一の段、ドリームパワー。2009年7月11日、お台場に姿を現した RX78 ガンダム。もちろん、勝手に立つわけはなく、立像建設を思い立ったのは、おなじみ無茶ぶりを宮川康夫。そして宮川は、なんとその後5年もの長きにわたり、ある思いを抱いていた。実物大ガンダムを動かしたい。この考えはまだ無茶ぶりにもなっていない段階、ただの無茶な独り言。周囲が唖然とする中、ただ一人宮川の考えに理解を示す人物が現れる。橋本修司、当時早稲田大学副総長。世界的なロボティックスの権威であり、2018年には日医協力での功績を認められ、イタリア共和国功労勲章受章。同じ道を目指す者なら知らない者はいない、日本ロボット界の権威である。宮川の無茶な独り言を聞いた橋本はこう思った。面白いじゃないか。大学では今までいかにその夢を実現するかと、だんだん夢とその実現できたものが近づいてきちゃった。夢の見方を教えたいというようなことを言ってたんですけど、ちょうどそんな話をして、宮川さんがまさにその通りだということを言われ、意気投合してですね、新しい夢のステップにしたいと。新しい夢のステップにしたい。宮川の言葉に橋本は可能性を感じた。宮川は後にこう語っている。橋本先生の言葉に後押しされた。監修王橋本という技術的精神的に強力な後ろ盾を得た無茶ぶりを、そして橋本にも強力な助っ人が現れる。二の段、ステイハングリーステイフーリッシュ。ガンダムを動かすぞ。宮川の大号令で始まった動くガンダムプロジェクト。一方の橋本はあるドリーマーに話を持ちかけていた。ポッと頭に浮かんだのがハルトノ先生なんだけど、それがピトヨ・ハルトノ。インドネシア出身、中京大学工学部教授を務める橋本の弟子である監修王子だ。その時橋本が言い放った言葉がこちら。ちょっとバカバカしいことやらないかと。バカバカしいことをやらないか。まあ、びっくり、したんですけど、不可能なことではない。生っ粋のアニメファンであり、流暢に話す日本語は全て日本のアニメから学んだ。未だかつてないロボットアニメであるガンダムに衝撃を受けたという。そして2014年7月、ガンダムグローバルチャレンジが立ち上がった。3の段、ワールドイズマイン。ガンダムグローバルチャレンジとは、実物大ガンダムを動かすことへの挑戦。そのアイデアを世界から募集する企画だった。もともと難しいことをやろうとしてるし、
どういうふうに実現するかあんまりはっきりしないところから始めるんだから、オープンに議論をして、そしてその上でもう始めないかということをしました。世界に門戸を開き、プロからアマチュアまで一切を問わず募集。橋本の思いに呼応するように世界中からガンダムを動かすアイデアが寄せられた。金子優也、ガンダムとザクに相撲を取らせて四脚にした自立歩行。チェン・ミンスン、より人間らしく歩行できるロボットの擬人化。木原義満、外部から動力供給を目指した軽量型ガンダム。岡田圭、ガンダムリサーチオープンプラットフォーム。永井拓司、電源ゼロを目指した稼働システム。大井隆弘、高圧バルーンで作られた磁力浮遊歩行システム。全部で10カ国からの参加。他にもたくさんのアイデアが集まった。審査員は橋本や春人をはじめ、株式会社ライゾマティクス代表取締役斉藤誠一、映画監督本広克行、そしてガンダムの生みの親富野義行。全員が一心となって実物大ガンダムを動かすという夢を見始めた。しかし世界中の専門家から否定的な言葉も届いた。4の段、シンプルイズザベスト。多くの専門家の意見はこうだった。足が地面に接地している間に、つま先の角度や地面の傾斜、到達までの所要時間などあらゆる制御をし、安全を確保して歩かせることは今のロボット技術では到底不可能に近いと。そんなツッコミ、ハルトノはもちろん承知していた。歩くためにはいつもこのバランス度制御をしなければいけない。足が床についた時しか制御できるタイミングがないわけですね。そこで橋本はこう考えることを提案した。で、例えばこのくらいの大きさのクレーンだとか、宇宙ロケットとかね、もっと大きなものを動かしてる、そういうものの延長だと思えば不可能なんてことはないだろう。クレーンが動くならガンダムも動く。このシンプルな考え方こそ夢の原動力。あらゆる物語が可能なんだと、違う見方をするということは非常に大事なことだと思うんですよね。見た方向に押すんだよね、論理っていうのは。その中には当たりもあると。あらゆる物語が可能、ガンダムは必ず動く。5の段、ファーストステップ。2016年、プロジェクトは進み、実物大ガンダムを動かすための人材を探し始めた。条件は3つ。ガンダムの知識、世界観への理解、エンタメ造形への理解、ロボット技術、重機技術の両方への知識。条件にぴったりと当てはまる動くのか三重視が馳せ参じることとなる。システムディレクター吉崎渡、クリエイティブディレクター川原雅樹、テクニカルディレクター石井明則。それぞれ個性もあってですね、いい組み合わせになったと思います。実際にものをじゃあどう作るかっていうのがかなり具体的に始まったと。彼らが自由な発想でこう設計して作ることができる環境がさえあればいいなと思ってて。ちなみに2017年当時、石井ディレクターがこのプロジェクトのために会社を辞める決意をした時、ただ一人歓迎したのが監修を橋本である。こうして2019年、横浜山下ふ頭での工事が本格始動。ハルトノはこう言う。だからそういう役に立つものを作るのが目的ではなくて、まだないものを実現して、その後に何が考えられるかっていうきっかけを人に与えるのがこのチャレンジの目的だと僕は思っています。そして橋本はこんな言葉を残した。全員で共有する。
何が出来上がるのかを知った上で、自分たちがどの部分を担っているのか理解する。前人未到な挑戦は、どこでどんな知識が役立つかわからない。だからこそ、全体共有はとても重要だ。動くガンダムを無事テイクオフさせ、現在はプロジェクトを見守る2人。それからおよそ1年、外装も取り付けられ、間もなく動き出すガンダムのもとへ、橋本と春殿がやってきた。この時ばかりは監修としてではなく、少年のように純粋に楽しんでいる2人。いや、すごい。上から見たもんね。ガンダム。すごい、すごいです。これは、一回乗った方がいいですね。そして、夢と物語は続いていく。次回、ガンダムファンのファンによるファンのために、元廣監督がファン目線視察にやってきた。監督はしゃぎます。いやー、これはすごいっすね。アムロがいるよ。ガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下埠頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるので、オープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。